島根県立出雲高等学校は、島根県出雲市今市町にある県立の高等学校。略称、山高。自主自立の精神に富み、気品高き自治の学園誠実、勤勉にして、社会的秩序をおもんずる、学園職員、指定、公有書を結び合う、友愛共和の学園式典では、無事白ソックス着用義務、携帯電話は原則持ち込み不可。 ただし、2021年9月より送迎等の連絡に限って商工口での使用が許可されるようになった。各種テストが3年生はほぼ毎週、1、2年生は月に平均2から3回。テストは定期テストのほか、長期休暇後は課題テストがある。模擬試験は校内模試以外に、新剣模試、河井塾全等模試、 大ゼミ模試、寸大模試、等格修行者模試がある。教科によっては、小テストが授業ごとに行われている。また、修学旅行が存在せず、その時期には、模試と二3年生の秋の遠足、2年生の理数科研修旅行、1年生の関西先端、体験研修が行われている。2011年度まで1年時には、スキー研修が行われていた。 二年生の希望者のみ、シンガポール研修、サンタクララ研修が行われている。なお、2020年度、2021年度は、コビット1 9感染防止のため、関西先端科学研修及び海外研修は中止され、遠足は規模を小さくして実施。クラス対抗の球技大会を、年2回、久し印祭りを、年1回開催している。希望入部制であるが、 ほとんどの生徒は何らかの部活動に属している。また、部活動の活動日は週7不定期と、部活ごとにまちまちである。1.2年生のみでの活動を行っている。全国大会に複数回出場しているが、同賞が多い。合唱の指導者が校内にいないため、生徒中心で活動している。ありがとうございます。